ならばできるだけの協力をしていきたいと考えています。ありがとうございます、はい、それではどうぞ、はい、すいません引っかかってるんで立って申します、はいはいはい、あのテレビ朝日の富川と申します。あの今和歌山さんの話が出たんでちょっとそれお聞きしたいんですけれども、あの和歌山さんからスタップ細胞を作成するのに依頼されたマウスによってスタップ細胞を作られて和歌山さんに手渡されたと。ただ和歌山さんがその DNA を調べたところ違う系統のマウスだったと。これはなんでこういうことが起きてしまったんでしょうか。私ちょっとそのお話 の、 あの問い合わせのメールみたいなものをあのたくさんの方からいただいているんですけれども、あの多分それも私は報道でしか見てないんですけど、それ自身はあの論文とは関係ない実験のもので、それは和歌山先生からの伺った情報なんでしょうか。129系統のマウスを渡したら B1F、B6 と F1 という系統のマウスのものだったと。その実験のことに関しまして私自身直接まだ和歌山先生とお話ししてないのでちょっと詳細は分かりかねます。すいません話を戻します。ごめんなさい。あの調査委員会に提出したノートが2冊だけだったということで、すごい実験の中で2冊っていうのが少なすぎるんじゃないかという指摘もありますし、調査委員会としてはそのずさんな管理が捏造と決めつけるその決め手となったという話をしていたんですけど、もっと詳細な実験ノートっていうのが存在するのかどうか、そしてこれは理研の話ですけれども、ハーバード大にも何冊か実験ノートっていうのはあるんでしょうか。はい、あの最終結果、最終報告の中ではあの3年間で2冊というふうになっているようですが、あの実際にはそんなことはありません。あのもっとノートは存在します。ただあの理化学研究所の調査委員会の方にあの提出したノートが2冊だったということです。ありました、はい、それじゃあのちょっと左にもあのそれは今紙持って手を挙げてる人 どうぞ、はい、すいません、あの TBS テレビのニュースキャスター矢野と申します。あの今の質問にもありましたけども、あの実験ノートについてちょっと質問をさせてください。はい、あの今回 の、 その不服申し立ての前 の、 その今ありました調査委員会の会見では、まあ、今質問にもありましたように2冊3年間で2冊しかですとか、あるいはその内容日付等の内容がその断片的なものだったというふうに指摘をされました。あのこれについてあのもうちょっとその反論等あるいは不服等おありでしたら、あの詳しくお聞かせいただけますでしょうか。ですね、まずあの記述方法につきましてはあの当時の私にすれば十分トレースができるものだったんですけれども、の第三者の視点からという点においてあの書き方が不十分、第三者がトレースするには不十分だったという点に関しては本当に私の反省するところではあります。そしてあの提出が2冊だったという点におきましては、あのノートの提出自体を突然あのその場で求められたので、その時にあったノートが2冊だったということです。もしあの必要とあればまだ提出できるノートはお手元にお持ちだということですか。はい、そうです。それとじゃあもう一つお願いします。あの尾形さん、あの今回の実験をあの長い期間真剣に取り組んでこられたと、一生懸命取り組んでこられたと思うんですけども、はい、なぜこのような状況にあのなってしまったのか、ご自身でどのように分析されているかと、それからあのもし今生じている疑義は、今回 の、 その不服申し立てをきっかけにあの晴らすことができるとお考えでしょうか。まずあのまず最初に本当にこのようなことになってしまったことにあの繰り返しになりますが、あのお詫びをさせてください。申し訳ありません。ただそうですね、私は学生のところからいろんな研究室を渡り歩いてきて、研究の仕方がかなり自己流でここまで走ってきてしまったという点は私の本当に不勉強であり、本当に私の未熟さで本当に情けなく思っております。ただ
そうですね、今回の議員に関しましては、その第三者的な観点からの証明ということを今あの弁護士の先生方に協力していただいておりますので晴らすことができると信じております。はい、次の質問に移りたいと思います。ごめんなさい、一つだけあの共同研究者の方への思いをあの先ほどちょっと遅くしてたのでもうちょっとお聞かせいただけますでしょうか。あの笹井副センター長ですとかあのそのことだけお願いします。すいません。はい、あの本当に共同執筆者皆様私のことを本当にサポートしてくださってさまざま助けてくださったのに私の不勉強でこのような事態になってしまい本当に心から申し訳なく思っております。はい、それじゃ あの、消してください。それじゃ真ん中であのノートを取り持っている方。月刊ザ・リバティの山下と申します。このスタップ細胞ですね、あの確立すればですね非常に人類に対しての貢献というものが非常に大きなものだというふうに考えております。ですけども今触れているのはですねあのやはり実験のこう記録なんかの論文についてのその、まあ、いわゆるマナーの問題で、はい、まあ、いろいろと誹謗中傷ありますけれども、はい、まあ、このやり方方法であって本来議論すべきはですねやっぱりスタップ細胞というものが存在するのか否かというですねマターの問題、この問題についての議論をやはり深めるべきだというふうに感じております。これについてどう思われるかというのが1点、はい、そして2つ目がですね、理研がまあ再現性確認するという実験をされるということですけど、はい、これには小保方さん入らないということですよね。それで、まあ今後この不服申し立てがですね、まあ、受理されてあのた場合に例えば理研の中でですね、改めてこのスタップ細胞 の、 あの再現実験に参加されたいのかそういうご意思があるのかっていうのを確認したいと思います。いわゆる、まあ、他の研究者がですねやったところであの当事者がいない中でですねこの重要な技術がこの世からなくなってしまうっていうのは非常にもったいないなっていうふうに感じますのでこの研究に再現の研究にですね小保方さんが入られるご意思、まあ、希望があるのかということをお聞かせください。はい、そうですね、あの私はこのスタップの研究を前に進めたいという強い思いからこの論文を発表しました。それにもかかわらず私の全て私の不勉強未熟さのせいで研究内容以外のところにばかり注目が集まってしまい研究がどんどん遅れてしまっていることに本当に情けなく本当にこれまで支えてくださった方に申し訳なく思っております。再現実験にあの私が参加するかしないかに関しましては私はあの理化学研究所の方からあの実は何の連絡も受けておりません。なのでどういう体制で再現実験の方が組まれるのかについてもあの私の方は詳しくは存じ上げていないのですけれどもすみません、はい、あちょっと未熟な私にもし研究者としての今後があるのでしたらやはりこのスナップ細胞が誰かの役に立つ技術にまで発展させていくんだという思いを貫いて研究を続けていきたいと考えております。ありがとうございました。はい、まぶしいですけど、それじゃあの1,2,3,4 列目ですかね、女性の方。ああ、はい、そうですね。関西テレビの
吉久美と申します。改めてなんですが、3月31日に利権から最終報告で捏造改ざんという結論をお聞きになったときに、小保方さんは率直にどのように思われて、その場でどのように反論なさったんでしょうか。そうですね、正直あまりの驚きとショックに何も考えることもいうこともできませんでした。ただその時は弁護士の先生が同席してくださったので、とにかく自分が正しい研究をしてきたと思うならば不服申し立てをするんだと、その場で私にアドバイスしてくださったので、はい、このような経緯に至りました。ありがとうございます。あと画像の間違いというのを提出されたのが3月9日で、和歌山先生が3月10日に信じられなくなったということを、マスコミに対しておっしゃってたかと思うんですけれども、和歌山先生、その共同著者として訂正画像を、ご覧になってサインされたのと私は認識してるんですけど、はい、その上でそのようなご発言をなさったということは、どのような経緯でそうなったのかと ご推察されたり、和歌山先生と直接もしやり取りがあったのであれば教えてください。はい、これは私の推察にしか過ぎませんので、ご本人は違うふうに思っているかもしれませんが、まず取り違いが気がついた時点で和歌山先生の方に私は連絡が行っていると思っていて、なのでコリレンジャムといいますが、その訂正の書類にサインをしてくださったんだと思っていたので、和歌山先生がその画像の取り違いについてご存じなかったということを、私は和歌山先生の記者会見を見て知ったという経緯があります。実は1月の記者会見以降、私のメールは完全にパンク、そして和歌山先生の電話も完全にパンクしているような状態で、著者間で のやり取りが正直全くできないような状態でした。その間第三者を通してしかお互い情報が入ってこなかったので、正確なお互いの状況やその時の気持ちや研究状況というものがお互いに通じ合えてなかったということだと思います。本当に和歌山先生には申し訳なく思っております。はい、それじゃあ前の、はいはい、前の方にマイクをお願いします。すみません、テレビ東京ニュースアンサーの柳井と申します。小保方さんに伺います。いろいろ反省はされているということでしたけれども、今後その科学に対しての考え方っていうのは何か変わったでしょうか。本当に自己流で走ってきてしまったので、ゼロからではなく、もうマイナス100からだと思って科学や研究に向き合っていくチャンスがあればと思っております。こういった騒動がありますと、その科学者としての立場というのは非常につらいところがあると推測できるんですけれども、はい、今後はどうしていきたいとお考えですか。今の時点では分かりませんが、私にできる社会貢献があるならそれを探していきたいと思っております。はい、ありがとうございました。まだたくさん手上がっておりますので、一人、これから1問だけで
ご容赦をお願いしたいと思います。できる限り多くの方にと思っておりますので、それじゃあ、それを一応前に座っておいてください。一問だけでお願いします。ですね、TBS の草壁と申します。これまでスタップ現象についてですね、200回以上確認したということですよね。はい、であるならばですね、小保方さんが認めるように、非常に不備な点だらけの論文を一回撤回する考えっていうのはないんです。それでまた新たにやればもう200回もですね、確認している現象なんですから、よりいい論文ができると思うんですけれども、撤回する考えはありませんか。論文の撤回というのは国際的にはその結論が完全な間違いであったというふうに国際的に発表することになると思います。そしてやはり一度この結局撤回するということは、それはオーサーがこの現象は完全に間違いですと世界に発表することになりますので、やはり私はこの結論が正しい以上、そのことを世界に発表するというのは正しい行為ではないのではないかと考えております。はい、それじゃあ次お願いします。じゃあ女性の方で、はい、朝日放送の辻塚と申します。小保方さんは1月28日の最初の発表の次の日からもう私たちの公の場に姿を現すことなかったんですけれども、それは研究に集中させてほしいという理由で出てこなかったというふうに伺っているんですけれども、小保方さんがその発表の次の日から私たちの前に姿を現さなかったのはどういう理由で、どういう思いでそれまで ここまで過ごしてこられてきたんでしょうか。この論文に関したくさんの疑義が上がる中で、何度も私の口から説明させてほしいという希望は出したり、コメントの案を作ったりしていたんですけれども、やはり理化学研究所の方がそれは適切ではないという判断で今日まで発表することができませんでした。申し訳ありません。はい、ご自身はその発表したい、何かコメントしたいというふうにはちゃんと意思を伝えたということですね。はい、伝えてきました。それじゃあ今手の挙がっている方に限定しまして、1問ずつお願いしたいと思いますので、それじゃあ1列目の左側のあんた、はい、朝日新聞の野中と申します。この場で説明されることには敬意を表します。で、一問だけということなんで迂回しますと、ノートが持ってあるとおっしゃられているのは、じゃあスタップ研究に関して何冊、おおよそでも可能に何冊の実験ノートをお持ちなのかというのと、データという意味で、生データの辿るのがなかなか大変だったとおっしゃいましたが、写真はどのくらいの枚数をお持ちなのでしょうか。写真ですか。写真は1000枚分からないですけれども、大量に、間違いなく何百枚という単位で写真があります。でノートですが、ノートはハーバードの方にもありますし、こちらの方にもあるんですけれども、少なくとも4冊や4、5冊あると思います。はい、それじゃあ他の方、はい、それじゃあその後ろ、おたこさん、はい、フリーの記者の井上と言いますけども、
理研側はですね、小保方さんが論文の撤回に承服納得したというようなことを言ってたんですけども、それは理研が、メディアに対して間違った説明というか嘘ついてたということなんでしょうか。小保方さんは理研の調査などに対してその論文を下げるということを同意したつもりは ないのでしょうかということでもあるんですが、私はあの理化学研究所の社員でありますので、しかし撤回を視野に入れて検討したらどうかという話にはなんかもう、はい、そうですね、あのその話には、分かりましたというふうに言いましたが、撤回自体には同意しておりません。その時にですね、私ちょっと理研の長年研究されている理研の現役の研究者の方に取材したらですね、想像という前提でですね、小保方さんに、論文を撤回したら理研の職員としてそのまま残してあげるっていう例示が提示があったんではないかというような見方も得てるんですけど、そういうことは言われましたか。そのようなことは、それはないですか。わかりました、はい、次の質問をお願いします。容器上がっておられるんで、あのその本だ後ろ紙を持って立っている方、あ、すいません、読売テレビの三宅と申します。ですね、悪意という言葉が何度もあのこの不服申し立て書にも使われていると思うんですけれども、理研の調査委員会の報告では悪意というのは故意とも置き換えられるというような発言もありました。小保方さんにとって悪意という言葉はどういう意味と解釈されてますか。もうそこがすごく私も分からなかったので、あの室谷先生に相談しました。そしてどうですか、悪意とは。ちょっと室谷先生から、はい、悪意という悪意を持ってというよりはですね、悪意でない間違いを除くというそういう条項になっておりまして、悪意でない間違いですから過失によるものは除くというそういう趣旨であるというふうに捉えております。小保方さん本人としては、ご本人としては悪意という言葉をどういう気持ちとして思ってはりますか。悪意、悪意、あの申し訳ないですけど、その辺はちょっと法律的な解釈に絡んでくるんで、あのその辺のお答えをちょっと控えさせていただきたいと思います。それじゃあの、なんか新たに増えてるかなと。それじゃあのどうぞ紙持って、はい、共同通信の松井と申します。早稲田大学にですね、博士論文を取り下げる意向を伝えられたという報道があったと思うんですが、そういった事実はあのメールで伝えたというふうに、取り下げを伝えたというふうな報道があるんですが、そういった事実はありますか。ちょっと何をごめんなさい。早稲田大学に提出した博士論文、博士論文の、ちょっとあの今、不服申し立てをした分の問題にちょっと限定していますけれども、ちょっとそれだけあの今の質問だけ本当にお聞きしていいですか。はい、はいはい、博士論文の取り下げについて あの問い合わせはしたんですけれども、あの博士は指導されて授与されるものであるので、あの授与されたものがこれはふさわしいとかふさわしくないとかそのように判断する立場にはないというふうに、あの関係者の方からアドバイスをいただいて、あのそのような状況です。今特に取り下げられてはないっていうこと。はい、はい、
それでは、ちょっと後ろにも行きますので、ほんならその後ろの白いカッターシャツの方、その方で、はい。日本放送の早淵と申します。岡田さんすみません、ちょっと違う質問になってしまうかもしれないですが、このスタッフ現象から離れてですね、岡田さんが、まあ、会見で答えられないという時間が長かった中で、まあ、外国立候とかですね、例えば割烹着を着ているというようなですね報道が一部ありました。そういった時、岡田さんはどういうふうに思われていましたか。私が割烹着を着ているという報道を見た時の感想ですか。皆さん面白いところに興味を持つなとは思いましたが、はい、そこで何か不満とか不安とかそういったことは感じませんでしたか。そうですね、あまりにも予想外な報道だったので、恐ろしかったです正直。はい、はい、それじゃあ特定しにくいんだけども、はい、ほんならその、指振っていただいている方ほんならブルーの、はい、すいません、日刊スポーツの水と申します。今の割烹着にちょっと関連することでですが、まあ、あの報道が大々的になされて、まあ、異様なまでの、ムードになりました。であれに関してですね、まあ、ある報道ではですね、利権がですね、割烹着だったりとかピンク色の実験室を、まあ、用意したというか、まあ、PR、 さらなる PR のために用意したという報道もありましたが、それについて、もともと小深田さんが昔からやっていたものなのか、それとも利権が、キューバで出したものなのか、でもしそうでなければいつ頃からその割烹着とかピンクの部屋を、用意して実験をしていたのかというのを教えてください。はい、割烹着は3年ほど前から着て実験をしておりました。もう4年ぐらい、3年ぐらいだと思いますけれども、でピンクの実験の部屋に関しましては、私がユニットリーダーに着任して研究室を用意している段階でできたものです。はい、もう複合仕立ての範囲を超えつつありますけれども、複合仕立ての範囲にとりあえず限定して質問の方、はいはい、今度は手振っていただいている方、はい、あなた。フリーランス記者の墨田と申します。どちらかというと小保方さん本人というよりは専門の弁護士の先生、法律論でございますので、不服申し立てについてお伺いしたいと思います。今日今朝のですね朝日新聞でも、ちょっと大阪弁護士会の大川和夫弁護士、まあ、私知ってる方ですが述べておられますけれども、小保方さん、彼女のですね利権においての労働雇用の問題という視点から考えたとき、懲戒規定に抵触する行為がない場合は処分は不当であるというふうに、これは小保方さん当然国家公務員という立場ですので、行政復審査法というものに基づいて行われることであろうと思います。これについて先生方、まあ、一応小保方さん本人にも質問したいんですけれど、聞きたいんですけれども、先生今回懲戒処分に懲戒規定に処分には当たらない、つまり懲戒規定には小保方さんがやったことは抵触しない、そうお考えでしょうか。はい、それは私の方から何でしたらお答えさせていただきますが、その問題につきましてはまだ将来の家庭の問題につきますので、それを前提にお話をさせていただきたいと思いますが、この問題が不正、研究不正ということが認定されましたら、この理化学研究所のですね懲戒手続き、懲戒規定に上の問題というふうに移ってくる可能性はあります。
手続き上は付されるということになる可能性が強いというふうに思っております。その際に、改めてですね、それが懲戒事由に該当するのかどうかという問題になってくるかと思いますけれども、こちらとしましては、まずそういう懲戒事由に該当するものではない、研究不正ではないという解釈になるかと思いますし、仮になったと形式的に該当すると仮定してもですね、あまりにも処分として不当ではないかと、この、その処分として、あまりにも重すぎるんじゃないかと、こういうような主張は考えられるかなというふうに考えています。あくまでもこれは仮定の問題でありまして、こちらとしましてはそもそも献金不正ではないんだと、要件には該当しないんだと、倫理上の問題を指摘されるのは仕方がないとしましてもですね、そもそも有罪の認定をするということにあたりましては構成要件に該当して初めて有罪になる、そうでないのに、若干ルールが間違ったからといって、有罪認定をしてしまうというのはそもそも、というんですか、法的な点から言いますと著しい問題が人権侵害であるというふうには考えております。あくまでも冷静にですね、事実を冷静に見ていただいて、冷静に、処罰要件を見ていただいてですね、処罰要件といいますのは研究不正の定義要件に照らし合わせていただいて、それに該当するのかどうかというのがこの今回の問題点でありまして、単に、彼女の行った行為が倫理規定上にそのルールに反しているのかどうかという議論じゃないんですね。それで世の中の皆様方、指揮者の方々もですね、よくテレビでおっしゃってるんだけども、そういったことは倫理上反してるんだから、もう彼女はダメなんだと、もう、改ざん捏造と言われても当たり前なんだと、こういうのがよくテレビでおっしゃっておられますけれども、完全に論点がずれてると私は考えております。あくまでもそういう処分を下すんであれば、きちっと手続きにのっとって要件に満たしてるのかどうかを判断していただいて、それで結論を下していただきたいと。今回の報告書はですね、そういったような手続きは全然踏まれていないというふうに考えております。以上です。この問題はちょっと先生、矛盾してるんで、この問題は民事案件ですけど、刑法的には推定無罪ということだろうというような刑法用語を使いますよ、そういう言い方をしておるのだと思います。しかしですね、さっきは聞いてると矛盾してるんですよ。彼女は申し訳ございません、すみませんでしたと言いながら、研究プロセスは間違っておられ、研究プロセスは間違っていたけど、結果論的に失敗であった、スタップ現象は存在していると言います。これは矛盾しています。私はさっきすでに報道された割烹着や黄色い壁の問題などありましたけども、大方さん、あなた自身ね、罪の意識やね、研究者の和歌山さんとか、質問に限定していただけますか。はい、皆さんを黙っているというご意見はお聞きする場ではございませんので、次の質問に移りたいと思います。それじゃあ真ん中の、今挙げている女性、2人目の女性の方、はい、あなた、はい、眼鏡かけている方でお願いします。日本テレビの井田と言います。今回の不服申し立ての件で理化学研究所の調査報告と食い違う点がありますので、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、まず調査の不備についてなんですけれども、理化学研究所は3回聞き取りを行ったと確か言っているんですが、尾形さんは1回聞き取りを受けただけというふうに書いてありますが、その件と、あとまた理化学研究所 その調査報告の中で、和歌山さんや笹井さんには責任はあるが不正はないというふうに認められ認定されていますが、尾形さんがこうした行為をしたことを笹井さんや和歌山さんに例えば切り張りをしたこととかですね、ご相談はなかったのか、これを聞かせていただけないでしょうか。面会の回数が3回というのは、多分中間報告までの間に3回ということでご発表があったのではないかと思います。で、今回私たちが書いたものには、中間報告から最終報告までの間に1回であったということだと思います。じゃあ合わせて4回ということでいいんでしょうか、ね。はい、ちょっと補足していただきますと、正式な面接としては1回、それで書類のですね、確認的な、なんていうか、ヒアリングが、これは正式な面接とは言えないような形であると思うんですが、確認的なもので委員の方、2人かな
でお越しになった件が1回、それを面接というんだったら2回ですけども、正式なものとしては1回というふうに、ちょっとよく聞きますと、そういうことでした、はい。ビデオ会議なんかもあったというふうに聞いた気がするんですが、理研の方からは。調査 の、 ヒアリングは全てビデオ会議です。で先ほど伺いました、そのこうした切り張りとかについて和歌山さんや笹井さんにはご報告は論文各際にはあったんでしょうか。その切り張りをしましたということに関しては笹井先生にも和歌山先生にもその時点での報告はしておりませんでした。じゃあそれは全部ご自身で。はい、はい、それじゃあ次の質問についていきますが、どうしましょうか。はい、どうぞ、はい、ちょっと前の方で。テレビ大阪の谷口と申します。先ほど一度質問が出ましたけども、再現実験あるいは作成実験というのを公開されるのかどうかということで、イエスノーで言うとどうなのかということと、あとおっしゃったお持ちのノートっていうのを公開されるお考えあるのか、これをイエスノーで言うとどうなのか、その理由も合わせて お聞かせいただけますでしょうか。公開実験につきましてはちょっと私の判断では何一つ決められることではないので、ちょっとお答えすることはできないですけれども、あと実験ノートにつけましても、秘密実験等もたくさんありますので、ちょっと全ての方に公開するという気持ちはありません。ごめんなさい、前者 の、 実験の方を公開できない、私の方では判断できないというのはなぜっていう理由の部分は何でなんでしょう。やはり時間も場所もいりますし、環境も整えなければなりませんし、そのようなことから気軽にといいますか、私が判断できる範囲ではないかと思います。それさえできれば時間もかかると思います。それさえできれば疑義が晴れると思うんですけども、それはどうでしょうか。疑義、何に関しての疑義でしょうか。論文に関して捏造があったかどうかというところはちょっと飛びますけども、実際にスタップ細胞があるかどうかというのをご自身で証明されることになるかと思うんですけども、うん、ただ理化学研究所の判断ではやはり第三者による再現が必要だというお考えのようですので、そこはどちらがより正しくといいますか実証になるのかについて私もちょっと分かりかねますが、はい、はい、たくさんおられるので申し訳ないんですけれども、それじゃあおたくさんで、はい、その辺にマイクないですか。すいません、フジテレビの田中と申します。先ほどから今回の問題というのはあくまでもこの論文の不正の有無の話だと思うんですが、ただ周りを含めて今はスタップ細胞の有無についてちょっと話が移行していると思うんですね。ですからここ一番大事なところですので、改めて小岡田さんのお口から聞かせてください。スタップ細胞はあるんでしょうか、ないんでしょうか。スタップ細胞はあります。それを全く素人の私たちが何をもって信用したらいいんでしょうか。何を思ったら、やはりスタップ現象が各地で再現できるようなふうになるべきですね。でもそのためにはやはり先ほども申しましたように、今回の論文は現象論を示したものであって最適条件を示したものではないので、さらに私自身はたくさんのコツや、ある種のレシピのようなものが存在しているんですけれども、やはりそれはまた新たな研究論文として発表できたらというふうに考えております。ありがとうございます。はい、それではどうしましょうかね。もう一度ご質問いただいた方はちょっとご遠慮いただきたいと思います。はい、それでは灰色の服を今着ておられるご自身、はい、その方、
あ、前、左、前、斜め前の。あ、はい、この方、こっち、こっち。ありがとうございます。あのビデオニュースの神保と申します。あの尾形さん、先ほどからですね、あの、まあ、独自のやり方で突っ走ってきた、ということが、あの今回もいろいろと、まあ、論文の中の不備の原因にあるという話を繰り返しされましたが、同時にぜひ伺いたいのは、この、まあ、スタップ細胞というものがですね、もし本当にあの実現しているとすれば、これはもうあの細胞生物学の中常識を覆すようなものと言われている、まあ、世紀の発見であるというふうに言われていることも踏まえましてね、その要するに独自のやり方でやってきたことが、このような、まあこれまで常識では考えられなかったようなものの発見につながったような面というのがご自分でですね振り返ってみてあるのかどうか、ちょっとご自分では言いにくいかもしれませんが、あの独自でやってきたことが全部悪いことのような話に今なってますが、同時にそうでなければこういうようなことがもしかするとできなかったという面は、あの発見するようなことができなかったという面はないのかというようなことは、ご自分ではどのようにお考えになりますか。はい、たくさんの方々に出会い、多くの先生方に支えていただいて歩んできた道ですので、いろんな未熟な点やあの不勉強な点は多々あったけれども、だからこそスタップ細胞にたどり着いたんだと思いたいという気持ちは正直あります。ただ今そのように考えるのはやはり謙虚さに欠けるし、やはりそう思いたい自分とそうではいけなかったんだという自分が混在しております。ちょっと同じ質問ですけども、あの逆にね、もう200回も成功してるんだから、はい、まあ、切り張りとか細かい話はまあいいじゃないかぐらいに自分の中で思うようなところがはあったんでしょうか。いえ、そのようなことはありません。はい、次の質問に移りたいと思います。あの一度質問していただいた方はあのもう上げないでくださいね。それじゃあの、ここの列の女性、白い服の方。はい、フジテレビの椿原と申します。よろしくお願いします。あの今回論文に関する一連の問題で、まあ、筆頭著者である尾形さん一人が責任を取る形になっている、あの不服申し立て書にもトカゲの尻尾切りという言葉が使われていましたが、こういう状況について尾形さんはどう受け止めていらっしゃいますか。私自身が写真を取り違え、論文の疑義を読んでしまったのは私自身ですので、もうあの他の方の責任やお考えについてもうコメントできるような立場ではないというふうに思います。理研の指導というのは十分だったと感じていらっしゃいますか。論文に対する指導は。本当にいろんな先生方が協力してくださってたくさん助けていただいたんですけれども、私の力不足だったというふうに思っております。はい、それじゃあ次の質問ですが、ちょっと遠いかな、ちょっと後で回すとして、あの、それじゃあのその先ほどの質問の方の後ろ、はい、そちらにさっき回していた、あとちょっと回しておいてください。はい、日本テレビの越部と申します。
すみません、1月当初にスタップ細胞の発表されたときにですね、スタップ細胞はかなり iPS に比べても作成効率も良くて簡単にできるとか、眼科の恐れがない少ないというような、iPS と比べてかなり優位性があるというような発表のされ方をしていたかと思うんですが、その点については今でもやはりそのように優位性があるというように考えていますが、これ理研の方がその後取り下げていますけれども、その取り下げられたのは逆に言うとなぜなのか、今ご本人としてはどのようにお考えになっているかお聞かせください。そうですね、スタップ細胞が将来的にどのように発展するかについて理化学研究所の方では多くの期待を寄せてくださっていたんだと思いますが、正直私の気持ちと広報活動、その iPS との比較に関する広報活動に関しましては開きがあったというのは事実だと思います。というのは、あの時の発表でそういうことがあったのはご自身の本意ではなくて、広報活動として理研側が iPS と比較するような形で発表させたということ。私自身としてはその iPS 細胞との比較に関する広報活動に参加できる立場ではなかったので、ちょっとその辺の詳細は分かりかねます。はい、次の質問にこちらに回していただけますか。ライターの藤原と申します。ちょっとこの皆さんこの質問が行儀が良くてですね、僕ちょっと下世話な質問させてもらいますけども、これ理研ではですね、特定財団に格上げされる直前にですね、このスタップ細胞を打ち上げ花火としてこの用意してたと。で結果的にまだ今その特定財団になるかどうか、これ莫大なこの金が入ってくるわけですよね。でそのことで、その前に特定財団に格上げされる前にですね、このスタック細胞をなんとか成就させてくれないかという、いわゆるそういう言葉ではなくてですね、理研全体の雰囲気というのはなかったですか。投稿論文はいつ受理されるかがわからないものですので、そのようなことはなかったと。その雰囲気は感じなかったですか。はい、私自身は感じておりませんでした。はい、次の質問に入りたいと思います。はい、それじゃあ真ん中の、栄養の紙持っていた方。はい、日経 BP の河野と申します。アカデミーにおける不正の認定というのは一般常識とか司法の、基準とは異なってまして、例えば文部科学省のガイドラインだと、不正行為か否かの認定は、疑いをかけられたものが、疑いを覆すことができなければ不正行為と認定される。またその十分な資料やデータがなければ、証拠を示せないときは、同様とすると。つまり立証責任は小保方さん側にあって、しかもアカデミーの常識に照らして不正じゃないと証明しなければいけないということです。そういう観点に立ってみれば、ここに書いてある、証拠データというのは、十分にアカデミアの研究者を納得させられるものと考えているんですか。もう一つ、これ以上強い証拠というのはもうないんですか。私の方からお答えしたいと思いますが、その文科省の基準については、一旦捏造である、あるいは改ざんであるというようなことが認定された場合には、故意による、故意によるものでないことを自ら立証しない
といけないと、そのように書かれているかと思います。まあ、それはその基準でありまして、利権の不正の認定の基準は先ほど申し上げた内容になっているということで、まあ、文科省の基準もあるわけですけど、それが今回も適用されるというわけではないということをまず一つ、文科省の所見である利権が不正だと認定したわけですね。回答しておりますので聞いていただけますか。その点ですけども、もう一つの点は何でしたかね。つまりこれより強い証拠はないのか、それからこれで赤宮が納得するのかどうかという点です。証拠に関しましては、この不服申し立てを準備始めたのはですね、当然、3月31日以降でございます。それまでに何か準備をしていたかというと、何ももちろんしておりません。ですから1週間、わずか1週間で、準備をしたわけですけれども、その間もですね、小方さんと直接弁護団との間で、面談をする機会も非常に少なく、というのは小方さん家から出れなかったので、事務所に来てですね、打ち合わせすることもできない。だからパソコンの中をこう見ながらですね、実際に証拠をこれはこうだああだと言って検討することもできない。さらに実験ノートもですね、理化学研究所の中にはあるわけですけれども、それを見ながらやるっていうようなことも現時点ではできていない。そんな中で電話とメールでですね、ここまで話を伺ってまとめたというのが現在の時点ですので、これよりも強い証拠があるかと言われれば、今から調べていって、それは強い証拠、より固い内容のものをですね、提出はしていきたいというようにも思っておりますし、また再調査になれば、我々だけがそれを一方的に出さないといけないというものではなくて、再調査の中で調査委員会の方もやはり調査していただくべきだと思っております。そこは共同関係になっておると思っておりまして、先ほどの立証責任ということがございましたけれども、必ずしも敵対しているわけではないというふうに考えております。アカデミーの常識に照らしてどうかという点に、質問ちょっと次に移りたいと思います。質問じゃなくて、いや、まだ答えてもらってないんですよ。アカデミーの常識に照らしてどうかという点を小方さん自身にお伺いしたいです。証拠が用意できるかどうかという点に関してでしょうか。この証拠がですね、アカデミアの人間にとって十分に納得いくものであるかどうかという点について見解をお伺いしたい。室谷先生との相談で、今回は調査が不十分であるということをお示しするための不服申し立て書になっていると思います。これから実験的な証拠に関しましては、私としては用意できるとは考えていますが、それには第三者が見て納得する形でないといけないと思いますので、それに向けて の準備を進めていければと思っております。ありがとうございます。はい、その隣の総理じゃなかった、はい、すみません、同じ日経 BP 社ですけれども、少し優しく聞きます。不服申し立ての論理構成よく分かりました。実際に正しい画像があるとか、実際に実験が行われたってことがあるから不正ではないという主張だということは理解できましたけれども、まあ、実験ノートも 4,5 冊とおっしゃってました。で、多分ですね、最もすごい証拠というか決定的な証拠は、あの姉ちゃんの論文に掲載なすった胎盤が光り、胎児も光っている細胞の標本があることだと思うんですけれども、はい、それはどこにあるんでしょうか。それはまだ保存してあります。理研の小方さんの研究室のフリーザーにあるってことですか。フリーザーといいますか、固定器の中に保存してあります。はい、でそういうものをやはりきちんと調査委員会などに提出して、もっと詳しく調査をしてもらうということですか。いえ、でも調査委員会はスタップ細胞の科学的な意義や、なんて言いますか、その存在という科学的なものではなくて、その提示されているデータに関しての調査であると思いますので、今回に関しましては、やはり改ざん、捏造と認定されたギル写真に対する
さらなる立証やテラドーマに関するさらなる立証という点が問われてくるのではないかというふうに理解しております。はい、わかりました。ただそうするとですね、一つその件に関して僕が疑問に思っているのは、ネイチャーに訂正なすったのはその画像 B ではなくて C でしたよね、はい、それはなぜなんですか。本来なら B で訂正すべきではなかったんですか。はい、B で訂正してもよかったんですけれども、HE 染色に使用した切片がちゃんと保存されておりましたので、それでまた写真を撮り直してデータのもう 100% の確実性といいますか、もう絶対同じ確実なデータをネイチャーに訂正版として載せるために3月に写真を撮り直したということです。その気持ちはよくわかるんですけど、ネイチャーの規定を読みますとね、同時期にっていう規定があってですね、やはりその染色の時期も変えたりしていること自体がやっぱり科学的な常識とはちょっと違う、サービス精神が上回っちゃったんじゃないかと私思ってるんですけど、いかがですか。本当は B を出せばよかったと私は思ってますけど。ですか。その辺につきましては、ネイチャーのエディターの方と相談を進めたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは はい、その左手に、ノートかな、紙を持ってくる方、はい、朝日新聞の郷田と申します。小保方さんもご存知だと思うんですけれども、スタップ細胞ではなくて ES 細胞が混入したのではないかという指摘がございます。その点について反論いただきたいんですけれども、その実験室の状況であったり、その、ES 細胞が混入するのをどのように防いでいたのかという点からと、スタップ細胞で行った、実験による結果から、科学的な結果からどういうことが現れているから ES 細胞じゃないと言えるのかという点からと、両方お願いします。はい、まず最初スタップ細胞を作成していた頃、研究室内では ES 細胞の培養を一切行っていない状況でスタップ細胞の研究は行われておりました。なので ES 細胞のコンタミということが起こり得ない状況を確保しておりました。そしてスタップ細胞がスタップ細胞であるという科学的な証拠がどのようなふうに考えているかの点ですが、まずライブセルイメージングで光ってないものがオクト4陽性になってくる、そしてその光が自家蛍光でないことも確認しております。そしてそのできてきたオクト4陽性の細胞が胎児側と胎盤側両方にコントリビューションするという科学的な特徴を持っていること、またES 細胞とは異なり培養中で培養環境を変えない限り増殖能が非常に低いこと、そのような特殊な特徴を持っておりますので、その辺がスタップ細胞の科学的な特徴であるかと認識しております。つまり ES 細胞のコンタミはないと言い切れるということ。はい、はいはい、それでは次の質問にお願いしたいと思いますが、それじゃ赤色のバインダーを持っている方、ノートかな、はい、後ろに回してください。すみません、 NHK の茂田と申します。こちらにもある神聖な画像があるという点についてお伺いしたいんですけれども、調査委員会ではこの神聖な画像というのがどこに由来するのか、どこの細胞に由来するのかというのが分からない、結局分からない、追跡できないという話をしていたんですけれども、大越さん、追跡できる記述っていうのはどういう、ものから追跡できるのか、実験ノートについても第三者が見てもトレースするのは不十分でも私だとトレースできるみたいな話はありましたけれども、どういうところ根拠技術からこれは神聖であるということを、言えるのかということと、あと
もう一点お伺いしたいんですが、どうしてそういった、もしそういうものがあるとしたら、どうしてそういった資料を提出しなかったのかということをちょっとお伺いできますか。はい、まずそうですね、自分でやった実験ですので、そして自分で書いたノートですので、やはりそこには、自信はもちろん当然ございます。ただその実験ノートを第三者的な観点から記述していなかったという点に関しては本当に私が反省するところですけれども、どのようにそして慎重な写真というのは調査委員会の方にも報告しております。そして今後どのように立証していくかに関しましては、ちょっとその第三者的な観点からの実証というのをどのように担保していくかという点をぜひ弁護士の先生方に手伝っていただこうと今考えているところです。すみません、その点に加えてかもしれないんですけど、僕がお伺いしたかったのは具体的にどういう記述、どういう根拠からあれが神聖な画像なのかということを、どういう記述だったのかということを、すみません、神聖な画像というのはどういう記述をもとに言っているのかということを具体的にお伺いしたいと。はい、その写真を撮った前日にその切片を染色したというふうな記述がノートにございます。すみません、具体的にどういう記述なんですか。ごめんなさい、第三者が見てわからないと思うんですけど、具体的にどういう記述だったんでしょうか。すみません、ちょっと具体しっかりとは記憶できていないので少々間違っているかもしれませんが、テラトーマを染色したとかそのような記述であると思います。はい、まだまだ続きそうなんですが、終わりの時間もありますので、これに中心にしたいと思うんですが、一般的な質問も含めてですね、お受けしていって、本来は2時間で終了したいと思っておりますが、多少延期しますけれども、途中で時間は切らせていただこうかと思いますが、そういう前提でお受けしたいと思います。それじゃあ一番左のその 女性1列目の女性の方にお願いします。事実審の三郷と申します。不服申し立てに至った経緯のところで申し立て書の中にも何度も出てきているんですけど、理研の聞き取り調査や調査員の調査が非常に短期間でかつ不十分であったという主張を繰り返されていると思うんですけれども、直接のヒアリングの際に昨日の弁護士のお話ですと、イエスかノーかで答えるように求められて詳しい説明がきちんとできなかったであるとか、先ほど尾形さんがおっしゃったように突然資料の提出を求められてそこにあるものだけしか渡せなかったというようなやり取りが出てきているんですが、それに関して尾形さんがその調査の最中どういう思いでいらしたかということと、本当はこういうふうに説明したかったっていうのがあればというのと、付随して今後、理研の職員としてまだ席はもちろんあるわけで、理研で研究ないしその新しい再調査を求めるにあたってどういう対応をお願いしたいかというのをご本人からお聞かせください。私自身その調査委員会にお答えするということが人生初めての経験でしたので、どういうものが一般的な調査委員会の調査の仕方であるのかについてよく理解もしていないままだったんですけれどもですね、もう少し弁明の機会を与えていただけたらと願ったことはあります。そしてもう途中からだんだんと体調が思わしくない中での調査になってしまい、十分なお答えもできていなかったと思います。はい、それではそれじゃあ、はい、マイク回していただいて。
つまり月刊文藝春秋の今戸と申しますが、いろいろな、疑義があったにせよですね、ここにまさに重大な事実の看過とあるように、共同執筆者全員から訂正原稿を提出されていたり、そういうことされていると思うんですが、共同執筆者の方からこの提出する前でも後でもいいんですけれども、いろんなやり取りを、お電話でもメールでもいいんですが、なんかどういったやり取りをされていたか、励ましの言葉とかそんなんでもいいんですが、もしありましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、今回の論文発表以降、すべての、共同執筆者がそれぞれに大変忙しい状況になってしまったので、あまりコミュニケーションが取れてない場面もあるんですけれども、私からはとにかく本当にこのような事態になって申し訳ないということを言っております。皆さん、スタップ細胞の存在は信じておられるということでいいですかね。はい、それでは、順番に言うならスポーツ日本の安田と申します。ちょっと論文の話とはかけ離れるんですけれども、論文が改ざんだと、不正だと認定された後に、小保方さん自身は、どのように過ごされて、それで今日の会見を迎えるまでに、その体調の変化というのはどういうふうにこう変化してこの日を迎えたんでしょうか。体調の変化でしょうか。はい、体調の変化はそうですね、もう絶不調でした。先ほど弁護士先生の話とかもありましたけれども、大体家でこう過ごされてたんですかね。騒動がこう大きくなってから。そうですね、メディア の皆様もお仕事ですので仕方がないのかもしれませんが、やはりお家の周りにたくさん人がいるような状態で、外出もままならず、その上体調も非常に悪かったので、家にいることが多かったです。はい、それじゃあ、はい、すいません、読売新聞の本間と申します。ちょっと実験の関係でちょっとお伺いしたいの、確認させていただきたいのですけれども、論文のところには笹井先生もエクスペリメントという担当だったと、実験担当であったというふうなことが書かれていたと思うんですけれども、スタッフ理研の調査報告では大深田さんがだけが実験担当という形で書かれていたんですけれども、その点について実際はどうだったのかというのと、そういうふうに調査報告ではそうなっていたというふうなことについてはどう考えているか教えてください。笹井先生のことですか。笹井先生は実際にはコントロールに使うエンブリオニックデイ 7.5 のサンプルの抽出の仕方ですとか取り出し方ですとか、あと顕微鏡写真の何て言ったらいいんですかね、素晴らしいフレーミングといいますか、そのようなことのを実験を一緒にしていただきました。作成には関わられてはいなかった。そうですね、はい、はい、そうです。はい、それではこの列の ピンク色 のメモを持っておられる方、はい、フジテレビミスターサンデーの白川と申します。大方さんは、スタップ細胞を200回 作成したとおっしゃっていましたが、今、立憲や国内外で再現実験が行われていると思います。第三者が再現実験に成功すると思われますでしょうか。もしくはどうやったら成功すると思っていらっしゃいますでしょうか。私は必ず第三者が再現実験に成功してくださるものと思っています。で、再現実験に成功するためにはですね、細かなコツを全てクリアできれば必ず再現できると
思っております。あのコツというのはやっぱりおぼかたさんじゃないとダメなコツなんですか？いえ、そのようなことはありません。例えばそういうのを教えてあげたりとか協力をお願い、はい、あのしたりとかっていう話はあるんですか？はい、ちょっとはい、あの今はあのこのような状態になってしまって、あの研究室にも行けていないような状態なんですけれども、あのできるだけそのような細かなことも私が参加する形であの公表していければと願ってはいるんですけれども、それが可能になるかはちょっとわからないね。はい、ありがとうございます。それじゃあの茶色の何か何ですか、それから持っておられる方、こちらの方に。はじめまして、 TBS アナウンサーの蓮見と申します。1点はちょっと簡潔に伺います。でもう1点ちょっと、質問させてください。あの少なくとも200回ほどもう確認をしたということなんですけれども、具体的に同じ場所でですね、どなたとどなた、まあ、どういった方たちがそのスタップ現象、スタップ細胞を一緒にご覧になったのか、まあ、そこは簡潔にお答えいただきたいのと、そもそもなんですけれども、今回その論文投稿をする前にですね、今調査委員会が指摘している少なくとも2点の不正行為とみなされた点について、防ぐことは可能だったのかどうか、つまり小笠さんはあの執筆の、まあ、リーダーでもありますけれども、中には同じ理研という身近な立場で丹羽さんですとか笹井さんという大先輩もいらっしゃいます。そういった方たちにその、まあ、未熟とおっしゃったり不勉強とおっしゃいますが、それを正してくれるような先輩たちの声、アドバイス、助言というのはなかったんでしょうか？お願いします。まず最初の実験のところですけれども、私はいろんな研究室にこれまで居候という形でお邪魔させていただいておりますけれども、その周りの方々は実際に私が実験しているところも見ておりますし、細胞自体も見ていらっしゃると思います。なので実際見ていらっしゃる方は結構、ちょっと個人名とかは出せないですけれども、かなりいらっしゃるというふうに思います。そして今回の件が防げたかどうかですけれども、それはやはり私が自分のことをもっと謙虚に受け止めて、周りの方に全てのデータを確認してくださいと頼んでいれば防げることができたのではないかというふうに思っております。はい、つまりはその不正行為を行ったのは小保方春子氏一人ですという、あの調査委員会の会見がですね、非常にあの場所にいて衝撃的だったんですね。それをご覧になっている小保方さん自身はさぞ多分辛い思いをされたんじゃないかという思いもあったりですね、その研究者同士のコミュニケーションというのが普段どういう会話がなされているのか私全く存じ上げませんけど、先輩からその後輩に対してここを正した方がいいとか、掲載の方法、あのデータの保存の仕方、こうした方がいいよっていう、そういう日常会話として何か改善する余地っていうのはなかったんでしょうか？そうですね、そうですね、とても難しい質問なんですけれども、少なくともですが、少なくともですが、すみません、ちょっと改善する余地があったかどうかちょっとわからないです。申し訳ありません。はい、あのそれではテレビカメラの列 の丸く持ってある女性の方、はい、医療ジャーナリストの那須と申します。お世話になります。4月のまず確認なんですけれども、4月の7日の丹羽さんの会見は小保方さん見てらっしゃいますか？入院していたので見ておりません。まずですね、丹羽さんが、本来小保方さんが書くべきであった
プロトコルをまあ代筆した経緯についてご説明をしているんですが、本来先ほど の質問にもあったように、世界中で再現実験に成功していないという事実がある中で、そのちょっとしたコツということを詳細にプロトコルもしくは実験もノートから書き起こして、今まで発信をされてこなかったのはなぜなのかをお伺いしたいんですね。科学者の研究者の方の中には、まず科学者として持論を正当化するのであれば、不服申し立てであるとか法的な手段に出る前に、科学者というのは自分の実験データ、特に実験ノートのものを起こして、全部それを詳細に証明することが、科学者としては一番したいことではないかという質問が出ているんですけれども、はい、それを今までしてこなかったのと、先ほどから言われているちょっとしたコツというのは一体何であるのかを、ご説明願えないでしょうか。まずなぜその詳細なプロトコールを丹羽先生にお願いをして、今までご自身が訂正するであるとか、例えばさまざまな手段を使って、このように作れば再現できますということを世界に向けて発信することはできたかと思うんですけれども、またあるいはそういったことを先ほどの公開実験も含めて、詳細なプロトコルをご自分で発表して、実験を見せるということは今の時点では考えてないんでしょうか。詳細なそのプロトコルエクスチェンジに発表するにあたって、もちろん私ももう少し積極的に参加したかったんですけれども、当時他にどうしても優先的にしなければならない、今か、まあ、正直に言いますとネイチャーへの訂正原稿の用意だったんですけれども、そのようなことと、あと私の体調面、そしてちょっと外出がままならない状況、まあ、いろんなことがありまして、今日までそれが間に合わなかったというだけで、もしできましたらこれからでも詳細なプロトコールをさらに詳細化していく、アップデートしていくというところに関して参加していければと思います。そのどなたかに役立つためのもう例えば研究に発展するためには、世界中で再現実験をできなければ誰かの役には立たないと思うんですが、その点そのちょっとしたコツというのは、今もご説明はできいただけないんですかね。そうですね、それはちょっと次の研究にも大きく関わってくることですので、できればメカニズムの解明やそれら の研究発表と同時に発表していければと思います。あとすみません、その再現実験、再現実験をされた世界の研究者の方に対するまだコメントがないと思うんですけど、ご自分の研究よりも小保方さんの再現実験を優先された世界の有数な幹細胞の科学者の方に何かご説明はないんでしょうか。はい、問い合わせが来ることに来ているものに関しましては答えていくようにしていく姿勢を取っていくというふうに伺っております。はい、それで移らせて当初予定しておりました2時間を過ぎておりますので、そろそろ終わりにしたいふうには希望いたしておりますので、それを前提にどうしてもという質問をいくつかお受けしたいと思いますが、まだ質問されてない方を中心にしたいと思いますが、まだしてないという人は手を振っていただいたらと思いますが、それじゃこの列の真ん中あたりのすいません、はい、ポッドキャスト GC の円中野と申します。今回不服申し立てをされたということなんですけれども、理化学研究所に対してですね、小保方さんのお気持ちで裏切られたというお気持ちがですね、少しでもあるのかないのか、そこをはっきりお答えいただけたらと思います。
のような気持ちは持つべきではないというふうに思っております。はい、それじゃあの、はい、先ほど の鉛筆を持っている女性の方にお渡しください。もう少し前、はい、すいません、サイエンスライターをしております片瀬と申します。坊方さんにその実験の過程のことでお聞きしたいんですが、やっぱり通説と違うものを発見したときっていうのはやっぱりご自身もかなり驚かれたようなことはあったんではないかと思うんですが、それについて最初から確信を持たれていたのか、それともやっぱりちょっと間違いではないかって不安に思われたことはないのか、その時どういう感じだったのか教えていただけないでしょうか。はい、最初から確信があったわけではないですけれども、やはりそれがスタップというその現象が起こりうるというふうに気がついた時にはどのようにそれを次に他の人が納得していく形で証明していったらいいんだろうというワクワクした気持ちというのは今でも覚えております。そうですか。そういう場合にやはり科学の過程では第三者に確認してもらうっていうのがとても大事なことになってくると思うんですが、はいはい、で小深さんの方から積極的に別の方に追試をお願いされたっていうことはこれまでにあったんでしょうか。はい、私はその頃和歌山研究室にいた時にそれこそ和歌山先生が一緒にやってくださったり、そこにいた学生さんが一緒にやってくださったりしています。またハーバードでもそこの研究員の方とやっていただいたり、小深田さんと一緒にではなくって小深田さんのやり方をその共同研究者に教えて別個にやってもらうっていう確認の仕方はこれまでされたことはなかったんでしょうか。インデペンデントにやっていただいたこともあります。それはどなたでしょうか。その方は成功したんでしょうか。はい、その方は成功しています。そう、よろしいですか。どなたか教えていただけますでしょうか。確認を取りたいんですけれども、ちょっと個人名になってしまうのでとあまりにも公の場ですので、これまでは小深田さんが関与していないと再現できないということが問題になっているので、小深田さんとインディペントで他の方が再現できたという事実があるのでしたら、はい、それは積極的に出していただいて、はい、その方の確認証言を出していただく方がいいのではないかと思うんですが。あ、なるほど。はい、すごく強い状況証拠の一つになると。意見としてお受けしたいと思います。はい、それじゃあ今、端っこの一番端っこで女性の紙を持っている方にお願いいたします。ずっと向こうの端、申し訳ないです。その辺にありましたら渡してください。あ、それですね、後ろ、はい、NHK の右田と申します。ノートに関連してなんですけれども、ノートを 4、5冊先ほどお持ちだとおっしゃっていたんですけれども、そのノート、追加のノートはどうして提出しなかったんでしょうか。またそれはですね、どこに保管しているんでしょうか。はい、その調査委員会の方が資料を確認されに来たときにはノートの何々に対する記述の部分をということでしたので、すべてのノートの用意をしておりませんでした。で、私はいくつかの研究室を渡り歩いておりますので、残りのノートにつきましてはそれぞれの別のところに保管してあります。あ、すいません、あともう一点それに関連するんですが、テラトーマに関する記述というのは、はい、その、今提出していないノートに書かれているんでしょうか。テラトーマに関しましては提出してあるノートに書かれております。ただ調査委員会の方は詳しくこのどこの部分の記載ですかという質問をするわけではなく、ご自分たちでそのノートを精査して追跡ができないというご判断をきっとされたのだと思いますので、
もし詳しく聞いてくださればもう少しは理解していただけたのかなとは考えております。それは小保方さんの方から説明はされなかったんですかね、はい、その部分に記述があるというのは。はい、ノートをその持って帰るという形でしたので、はい、はい、それで後ろの方でパソコンですかね、お持ちノートパソコンをお持ちの方に、はい、弁護士ドットコムの亀松と申します。不服申し立て の、はい、今後の手続きについて小保方さんと三木先生にお伺いしたいと思います。不服申し立て書の中でですね、調査委員会、今回再調査をする調査委員会の構成について要望を述べられています。でそれは今回最終報告までやった調査委員会とは別の人たちで構成すべきであると、あとそれから外部の人にすべきである、それから半数以上法律家にすべきであるということ、それから利権の関係者を排除すべきであるということが書かれています。その点についてですね、要望されているんですが、ただ実際の利権の規定によるとですね、また同じ調査委員会の人によって審査をされるというふうに規定には書かれています。特段の事情がない限りそうなると書かれています。そうするとですね、また同じ人に審査されてしまう可能性が非常に大きいんですが、そのことについて小保方さん自身どのように思われますでしょうか。もう調査委員会の先生方も本当にこの1ヶ月半の間ご自分の研究を止めてこのような調査に参加していただいて本当に申し訳なく思っております。ただやはり一度出た判決といいますかが、やはり同じ方々によって覆るということは難しいのかなと、これは私の考えですけれども、正直思っております。ぜひ別の人たち、特に外部の人たちにやはり客観的に審査してもらいたいと、そのようにお考えでしょうか。はい、そのような気持ちはございます。三木先生、法律家の観点でいかがでしょうか。はい、ご質問いただきましてありがとうございます。まず規定との関係ですけれども、その特段の事情がない限りというのは確かにございまして、それがどこにかかるのか、どの文言にかかるかなんですが、読みようによっては、その委員会にかけるというふうにも読みますが、特段の事情がない限り委員会、その元の委員会にかけるという、その特段の事情がある場合は別の委員会にかけるというのも読めますので、両方読めますので、規定以上別の委員会にかけるということ自体は矛盾はしないというふうに解釈をいたしております。そして特に事実上の控訴審的な位置づけですので、同じ委員会が再度審査をするという手続き上のですね、不公正感といいますか、その手続き保障としては十分でないというふうに考えておりますので、これは利権のためにもですね、捜査された方が信頼感が高まるのではないかなというふうには考えております。はい、それと構成の関係ですけれども、今回は科学認定というのが一見科学的な論争のようには見えますけれども、実は現実的にはですね、まずこの規定の解釈、当てはめをする段階での規定の解釈と、それからその要件、事実関係が要件に該当するのかどうかと、この辺の問題は科学部分につが一番問題でありましてですね、科学的な部分について先鋭的な争いがあるわけではないんですね。そういったことから、少なくとも事実認定について経験を積んだ方がやはり入るべきではないかと、むしろそういった方々が半分ぐらいを占める必要はあるんじゃないかと、科学上の倫理を語られるのはいいんですけれども、それは OK するとしてもですね、これほどの重大な不利益処分を課すんであれば、その辺はきちっとしていただきたいというふうに希望しております。以上です。はい、それじゃ前の、はい、
前の方にマイクお願いします。朝日新聞の市原といいます。日本を代表する研究機関である理研のですね、まあ一員としてですね、1月に研究成果を発表されてですね、まあ、しかしその理研がですね、科学に対する信頼を損なったということを謝罪してですね、小保方さんに処分を下す方針を示されたわけですけれども、まあそういう理研に対して今どんな思いでおられるかということとですね、それに関連してですけれども、理研の記者会見の中で野依理事長がですね、未熟な研究者が膨大な実験データを集積しながらですね、ずさんに無責任に扱ったというまあ強いことを述べられましたけれども、まあ、それについてどういうふうに受け止められるかということをお聞かせ願ってもいいでしょうか。はい、森科学研究所に対しましては本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんというような気持ちです。また野依先生のお言葉につけましても重く受け止めて肝に銘じて生きていきたいと思っております。一つあと難病患者についてですけれども、スタップ細胞による再生医療の進歩に期待した難病患者の方すごく多いと思われまして、で、まあ、戸惑いながらもですね、今なお存在に期待しているということだと思うんですけど、そういう患者さんに対して何か言葉がありましたらお願いいたします。もし私にこの先研究者としての道があるならば、本当にスタップ細胞の研究をできるだけ早く進めて、そのように希望を持ってくださっている方の思いに少しでも応えていけるような態度を示していけたいと思っております。はい、それじゃそろそろ打ち切りたいというふうに考えておりますので、申し訳ないんですけれども、この状態でありましたら延々と終わらない、彼女の体調の問題もございますので、あと3名にちょっと引き継らせていただきたいと思いますが、1列ずつで1列ずつ選ばせていただきますが、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。それではひげをお願いする方。すみません、大阪スポーツの橋本です。週刊誌等々でですね、はい、笹井先生と不適切な関係にあったんじゃないのかということを報道されているんですけれども、はい、まあ、どこまでご覧になっているかわからないんですけれども、そのことについてどう感じたかというのを一言教えていただければ。まずそのようなことはありませんし、そのような報道が出て本当に戸惑っております。あとですね、ポートピアホテルに、1年弱ぐらいの間、お泊まりになったと思うんですけれども、そのお金等はどこから出ていたのかっていうのも、まあ、高級な防御服とかお召しになられてたと思うんですけれども、小保方さん、給料、理研からもらってるお給料ではちょっと考えられないような生活をしてたと思うんですけれども、まあ、他に何かどこかしらかお金をもらっていたのかなとも思うんですけど。いえ、そのホテルに限らないんですけれども、私はホテルで生活をといいますか、滞在をしていた頃はハーバード側の研究員でしたので、ハーバードが出張という形で私を理化学研究員に出しておりましたので、その旨の出張です。出張での滞在です。はい、よろしいですかね。はい、それじゃまあ、黒の、はい、持ってる方、はい、読売テレビの佐藤と申します。ですね、最終報告の前に一部報道で大きな力が働いているみたいなコメントがあったのとですね、あともう一つ、今回最初に最終報告の結果が出たときにはコメントは憤りを感じているという
トーンだったのが今回非常にその申し訳ないというふうにおっしゃっているんですけれど、何かこう心境がこの1週間で変わられたのかとか、例えばどなたかと話されて例えばこうした方がいいんじゃないかとか、そういうふうな話になったのかという点は、不服申し立てのコメントは先生方が同席している中で私があまりにも落ち込んでいたので、先生方がその強い気持ちのコメントを書く手伝いをしてくださったので、ああいうように強い気持ちを、私は不服を申し立てるんだという強い気持ちを表明するためのお手伝いを先生方がしてくださいました。私はちょっとずっともうあまりにも落ち込んだ状態でした。その大きな力という話は、そうですね、もう論文発表以降本当に予期しない出来事があまりにも次々と起こって、もう私の力では何一つできないような、本当に大きな力に翻弄された毎日を送っていたので、そのような気持ちが出たのだと思います。記者さんに突然囲まれてしまったので気持ちが大変動揺してしまいました。先ほどのご質問のですね、怒りと最初の怒りと、それから今回の今日の謝罪とのご質問いただいたので、ちょっとコメントだけさせていただきたいんですが、怒りの方は今回の報告書のですね結論部分、これについては到底承服しがたいと、これはご本人の意向で気持ちでも本当にありますし変わっておりません。それから謝罪を申し上げたのは自分のそういったミスでですね、さまざまな方々にいろんなご迷惑をおかけしてしまっているということへの気持ちでありまして、両者は矛盾していないと、特に変更があるわけではないと、こういうふうにご理解いただけたらと思います。それは一番右端の方でと思いますが、それじゃあ紙をお持ちでカメラの前で、はい、そうですね、テレビ朝日の高石と申します。先ほど途中も関連若干質問あったんですが、利権の指示もあって2ヶ月間公の場に姿を見せず家の中から出られないというような状況だったということなんですが、その中で今も話あるように体調も崩されてらっしゃるとあったんですけれども、まずこの 2ヶ月間何をなさっていたのか、そして今現状の体調、一見すると大丈夫なようにもしっかり話されているし大丈夫なようにも見えるんですが、現状どのような病状なのかいただいてもよろしいですか。はい、この2ヶ月間はもう目まぐるしく日々が変わっていくような状態で、だんだんと体調が悪くなり、最初の頃は他の方にスタップ細胞の作成方法とかを教えたり実験活動もしていたんですけれども、その後もうだんだんと具合が悪くなっていってしまって、最後の方は家で静養しているような状態でした。その具合が悪いっていうのは具体的にどのように具合が悪いんですかね。それもう心身ともにもう消耗しきってしまって、と日常生活に支障が出るようなもう状態でしたので、何か体が動かないとか嘔吐してしまうとか、はい、何かあるんですか、病状的なものは、症状みたいなものは。まさに今おっしゃられたような状態で、でも3月の中旬頃にはもう医師の方からは入院を検討するようにとずっと言われていたんですけれども、調査委員会やがあったことなどからなかなかそのような判断もできず、どんどん具合が悪くなってしまって、ついに入院する形になってしまいました。あとは不服申し立ての関係でちょっと一点確認させていただきたいんですけれども、はい、
先ほど、日テレさんでしたかねの質問にもあったと思うんですが、ヒアリングの回数についてなんですが、はい、中間報告からも1回というふうにお話なさっていると思うんですけれども、はい、じゃあこれ私の、勘違いだったら恐縮なんですが、まあ、中間報告以後で考えても3月23日にテレビ会議をなさっているのと、それとは別に3月の19日にも理研の神戸の現地調査で横方さんはお話もなさっていると思うんですが、で中間報告以後に少なくとも2回で、中間報告前の現地調査、あとヒアリングを含めると調査前にも3回なさっていると思うんですね。でそのまずその1点、その中間報告後に1回っていうのは、それは間違いがないことなのかどうなのかっていうのはいかがでしょうか。中間報告後にはその資料を確認されに委員の方が2名神戸の方に来てくださいました。でその時に資料の確認をしていただいて、で調査委員全員に対するヒアリングというのは23日に1回でした。19日の現地調査の中では、それは調査ではないという認識ですか、それとも理研が言っているだけで私は話を聞かれていないという状況ですか。ですね、まあ、調査委員の方がどのような判断をされているかは私には分からないですけれども、十分な聞き取りをしていただいたという認識は私にはないということ。その十分なっていう部分が困るんですけれども、その1回しかされていなかったっていう部分だけを取ると、本当に調査不十分なんじゃないかっていうような印象は確かにこの文面だけ見ると感じるんですが、それが例えば、まあ、事前の中間報告でも結構詳細の内容が出てたと思うんですけども、割とでそれ以前以後で1ヶ月間でそれこそまあ、十分なっていうのが聞き取られていたのかがわからないんですが、ちょっとでも聞き取りがその中で行われているんであれば、それこそ1ヶ月間でそれこそ3回くらいですか、あ、じゃあ失礼しました、1ヶ月の間に5回くらいの聞き取りがされているというので、回数的に見ると不十分とは言い難いんではないかなというような印象もあるんですけれども、その十分っていうのはされた印象がないっていうのはされてないっていう判断でいいのか、それともされているけど回数に数えていないという判断なのか、いかがでしょうか。そうですね、質問に対する回答という形式が多かったので、私の説明や弁明をさせていただく十分な機会は少なかったのではないかと私は考えています。なので何て言いますか、事実関係を詳細に聞き取るという面では不十分だったのではないかというふうに考えています。はい、それでは2時間半になりましたし、尾形さんご本人の体調の問題、もともと医師からですね、会見に臨むこと自体に反対をいただいておる中で、無理に出てきておりますので、もうちょっとね、もう2時間程度で打ち切りたいと思っておりましたが、ちょうどもう2時間半になりましたので、今日はこれでもう誠に申し訳ございませんけれども、終了とさせていただきたいと思います。はい、今のところは予定はございません、申し訳ございませんけれども、はい、いやいや、それは現時点ではお医者さんからはですね、すること自体に反対をされて無理に出てきておりますので、彼女は今から入院戻りますのでね、その点ご配慮いただきたいというふうに考えております。約束することはちょっとできかねると、こういうことでございます。誠に申し訳ございません。それじゃあ、それじゃあ誠に今日は本日ありがとうございました。本当に申し訳ありませんでした。